あ、そう、アイスもらえるやつ。そう、それだ。アイスあれって何集めたらいいんだっけ。アイスってチャレンジから取って集めるのなんだっけ。アイス花火か。花火集めてるって書けばいいの。なんだったっけ、ちょっとさ今携帯充電なくってさ、もう一個見れないんだよね。花火花火か。テロップ花火ね。花火花火集めて、あつはい、腕だ。はい、鍋集めてます。よいしょ。なんか前回もさ、こういうやつさ、アイスじゃなかったっけ。違ったっけ。え、前回違ったっけ。アイスじゃなかったっけ。あれ違ったっけ。アイスだったよね。今回もアイス嬉しい。でもアイス好きだから全然。前回の人、前回のまだ来てないよ。まだもらってない。なんかね、すぐこうなんかそういうの終わってすぐもらえる時とちょっと経ってからもらえる時があるその時によって。前回のはまだだね。達成したよね私ね。年中アイスはだって年中いつ食べても美味しくない。冬でも別に外で食べるんだったらあれだけど、部屋の中で食べるんだったら別にうんアイスはいつ食べても美味しくない冬でも全然食べる。花火集めたらね、アイスがもらえる。そう、花火集めて花火がもらえるわけじゃない、アイスがもらえる。そう花火ビする、手で持つやつ、花火手で持ったやつですよ。で花火最後にやったらいつか分かんない。家族ね、たまにね買ってきて、お母さんかお父さんが毎年するわけじゃないの。でもたまにやるときもある。だけど夏全然毎年するとか決めてはないから最近やってないからな。最後にやったらいつか分かんない。うん、なんか続けてする年もあればやんない年もある。花火私花火坂行ってないね。お祭り行ってない。で花火大会のってずっと行ってないや。去年も行ってない。去年あんまなかったか、今年より。チョコミント平気ね。チョコミントは半額粉の味がする。あんま食べないね。髪染めてますよ。染めてるよずっと。みんなが花火大会行こうと思ったけど人の多さだけやめました。隅田川、あ、なんかめっちゃ人多いやつ。なんかツイッターで写真だけ見たんだけど、その花火大会のすごかった人が。え、もう本当なんか毎回聞かれてるじゃない、言われてるけど、いやもう1週間も経ってないって美容院って毎回言われるんだけど美容院って1週間も経ってないんだって。美容院行った直後でもいつも言われるんだけどさ。祭りはね、そんな行ってない。祭り行きたいけど、屋台行きたい。屋台行ければいい。前髪伸びたら分かりやすいのはそうじゃない。だって前髪伸びたら目にかかる。それはそうでしょそれは分かりやすい。前髪分けてる人だったらあれかもだけど、分けてない人だったら前髪は伸びたのかですね。イカ焼き、屋台のイカ焼き食べたことない。めっちゃ美味しそうな匂いするけど食べたことないんだよね。前髪伸びたらなり許されると思うよ。前髪もそんな1週間でそこまで伸びないって言うほど伸びてなくない？今目にかかってないし伸びたねっていうほどの長さじゃない。ネイルも変えてないねネイルも定期的に言われる。変えたって全然変えてなくて言われる変えてないよね。1ヶ月ぐらいずっと、今月ずっとこのメールだねシャンプー変えた、絶対わかんないでしょ。変えたところで絶対わかんないでしょシャンプー変えても。でも今ケパしてない。どういうこと？でもってどういうこと？どういうこと？え？でもって何よ？ピアスいつもと違う？一緒だよ。一緒だよつけてるの。何にも変わってない。別にいつもと一緒だって。変わったとこないよ。変えたとこ気になる？うん、何にも変えてない。リスとある？リスわかるよ。カラコン違う。私カラコンしたことないよ。してない。普通のコンタクト。歩きからブルーナイト。エペやってないね。この前のショールームやってから。だから認定戦あれ4試合だけだったっけしたの。そっからやってない。あと6試合しなきゃ終わんない認定戦。じゃないや。正解を教えて。何変わったところの正解？さっき言ったじゃん。何も変わってないって。何も変わってないってさっき言ったじゃん。何もないのよ。変わったところないよ。いつもと一緒なんだよ。T シャツがあった？ T シャツだね。毎日変わる。着てる服はねそのぐらいじゃん。普通の。何も変えてないよ。身長ですね。ずっと測ってないんだよね。測りたい身長。153って言ってるけど、153一番最後に測った時が153で、ちょっと測ってないから今もちゃんとした身長知らない。まだ伸びそう。まだ成長期からだ。もうさすがにじゃない？もうさすがに分かってないね。これ機械がね。最後に上がったのいやでも2年前とかじゃないと思う。4年前ぐらい。ずっと上がってない。身長測る機会ないね。ないです。身長だけ分かった。身長だけは多分ほとんどの人勝てるよ、私に。今配信見てる人ほとんどの人勝てると思う4年前ならかなり伸びてそんな感じある。4年伸びてるかでもかなりは絶対持ったでしょかなりはトート公式プロフィールの一でも少し持ってるやつ153って書いて、いや持ってないのよ153のもん。一番最後に測ったのがね4年前とか。今も身長わかんないけど一番最後は153、今は知らない分かんない。なんか腕蚊に刺されてるかも、これ蚊よね。に変えるのかな。ひないと思ってた。それかどっかで刺されたとか、外出た時に。A 型、うん。なんかあるよね、血液型によって刺されやすいみたいな。A 型。水素と身長高く見える？見える？高く見える私。あれかな、衣装ってヒールの靴が多いからさ、あんまりさぴったんこな靴履かないじゃん。だからかな、たまにしかないじゃん。155には見えない。いや153なのよ今の身長知らないけど、いつもなんか公式とかのやつは153 153、今のせいわかんない。最後に測ったのが153だった。昼結構高いの、高いのもある。衣装によってだけど、うん、でもあんまりさ全くヒールないみたいなの靴履くこと少なくない。衣装で基本ちょっととかでもあるから全くみたいなあんまない。雑魚測ってた。小学校の時測った雑魚。今測んないんでしょ。多分小学校の時ぐらいまでかな、あんま覚えてないけど、気づいたらなくなってたねもうやばい、体育でダンスがあると聞いてきよ。中学終わったかな、高校はあったね。中学覚えてないや。高校はあった、うん、ダンスの授業。中学校覚えてないあったかな、あれしか覚えてないわ運動会とかでやるダンスみたいなあれはあったけど、授業でやってたか覚えてないよ。高校は授業でした。垂直跳びとかもした。垂直跳びは私ないかも。なんか私の時なかった。確か。全く記憶ない。リンボーダンス。それ授業でやってたらやばくない？ 笑っちゃうんだけど、そんなやりますとか言われたらなわけないでしょ、普通のダンスです中学なんかなんだっけ、幅跳び前に飛ぶやつだけじゃない、垂直跳びなかった気がする。やったことない。投げはあったよ。ソフトボール投げは今でも普通にあるでしょ、多分。あれスキースノボはやったことないです。スキー場行ったことない、やったことないですね。やってみたいけど楽しそう、スキーとスノボ。いつか行ってみたいな、スキー場。スキー場あるよ、ここ内にある。90スキー場でも行ったことないんだよね。冬になったら CM やってるそのスキー場の行ったことないけど。大分雪降るね、普通に降るよ。てかね、あんま気温関東とかと変わんないね、冬。なんなら大分のが寒い時もあるぐらい。まあ積もりはしないけど、そんなすぐ溶けるから、そんな降らないからさ、積もりはしないけど雪降ったりもするよ。宮崎だったら、宮崎はちょっと行ったことないからよくわかんないけどあんま変わんないと思う。宮崎、小田、大分の下、隣の県だから。寒い中温泉入りたい。寒い中温泉入ったことあるけどなんか寒い冬に露天風呂入ってる時はいいんだけど、この入ってるところはね、その入るまでと入った後と入ってる時もその顔めっちゃ寒いねうん、ちょっと寒い時にそういう露天風呂とかに入るあ、普通の、ね、露天とかじゃなかったらいいかもだけど、普通の室内のやつだったらめちゃくちゃ寒いね露天風呂露天風呂入るまでも寒いし、入った後はさ、温泉入ってさ体温まってるからさ、その温度との気温の差でさめっちゃ寒い。それさんとしないと、そんなとこあんの？入れるところそんなあんの知らないないけど私は。サウナ苦手だったりしない。サウナ行ったことないから分かんない。我慢力もないね。看板よくとサウナどっちも見たことない。じゃあ何がある？普通のお風呂しかないねシャワー派だったらなく、いや私シャワー派なんですよねえ、本当家でお風呂ためないから、家でお風呂入るときは絶対シャワーだけだし、そうずっとそうお風呂入りたいなんていうの、湯船に入りたいときは温泉行く。家で冷ないね。うん、そう。冬もだよ。普通に温泉に行った方が値段的にもいい。お風呂ためるよりかね。そんなことない。いや、そんなことあるんだよあるんだよ。うん、スーパー銭湯とかだったらあれだけど、民間の温泉とかだったら安いからね。まあ、スーパー銭湯も楽しいけどね、いろんなお風呂あるじゃん楽しいけど木原温泉私ね行ったことないから分かんないな値段木原温泉安いか分かんないや、行ったことない。知ってるけどウナ入らないとかね、行ったことないんだよね、サウナ。ひなこ行ってそうなね、あ、サウナあんのかな。で行ったことないわな。そう、確かにひなこはなんか岩盤浴とかちょっとサウナとかあり岩盤浴って感じする。ひなこめっちゃイメージだけどね、知らないけど別に知らないけどイメージ話さないかな別に。サウナ行くのとか岩盤浴行くのって私が行かないから話さない知らないけど行ってるからひなこあれだよね、サウナってより岩盤浴って感じじゃないイメージって感じがする首のお手入れ、首のお手入れ、何首のお手入れってどういうこと？ショート首どういうこと？え首の手入れ、首の手入れってどういうの？毛先のこと？どういうこと髪長いと首洗う、いや洗うでしょ洗うでしょ。首の手入れってなんだろう。したら首と肩つく。首と肩っていうより目だね、ゲームだからパソコンそんなね、パソコンで作業するって感じはもうない。ゲームだからね、目が疲れる、ね、一番は目そんなずっとタイピングしてるわけじゃない。タイピングできない私カタカタするみたいなできないコントローラーだからね目ですかね。えさ、キーボードあるのにさ、本当にパソコン起動する時とかにちょっと使うぐらいだよ。あんま使わないんだよねキーボード。それは自分になれない？自分になりたいって思ったら練習するよなりたいって思ったら今思ってないから大丈夫。タイピングねできない。すごいよね、見ないで売ってる人無理だ絶対。るけど、うん、基本エペしかやってないからゲーム。エペ私コントローラーだからほんのちょっと使うぐらい、基本ちょっと使うぐらい、もう使わない。勘で打とう。勘で打ったらひどいことになるわかんないもんだって見ないで勘でひどいことになるよ。ずっとやってればできるんだろうけどな、もう使わないからなキーボードスマホのさ、文字打つのはさ全然見ないで打てるけどさ、そういうことだよね、慣れたら。そんなスマホを使わないからな、キーボード。いつもエペしかやってない気が、そういつもエペしかやってないだからほぼ使わないのよキーボード。パソコン起動するときにちょっと使うくらい。基本コントロール。見ないと打てないもん文字どこにこうあるか分かんないから。バロラントはまたちょっと違うんです。バロラントはね、バロラントはこうキーボード全部を使うわけじゃないからさ、文字打つもうちょっとしか使わないから、それもちょっとまだそんなにキーは使ってないからさ、フランともあんましてないから、うん、まだ全然あれだけど覚えてないけど、移動できる移動はもう前後ろ横とかの4つのさキーしか使わなくて、だからそんなたくさん使うわけじゃないから。ゲームのいいキーボード、ゲームのやつではあるけど、でもなんかさゲームのやつってさちっちゃいのとかあったりするけど、普通のサイズのやつとかあったりする。ハイパー X、 そうそれのやつ。でも本当にパソコン起動するときにちょっと使うぐらい、パスワード打ったりするじゃん、それで使うぐらいね、もうエペするって決めてるときはよ、なんか調べるときは別だけど、パソコン起動してさ、なんかパスワードとか打ってさ起動するじゃん、でエペ始めるときはさこうマウスでこう押せばいいからさ、もう使わないのそこしかでエペ開いたらコントローラーだしパッドで全部操作するから使わないの。そうやってそのパソコン使うこと、パソコン使うこともある、スマホでやることもあるけど、光るけど光らせてない光ったらすごい視界に入るんだよね光らせた方が見やすいんだけど、キーボード文字が見やすいんだけどさ、エペとかするときはすっごい視界に入ってくるから光らせてないですね。文字打つときとか光らせた方が絶対に見やすい光るキーボードはエペは使わないから光らせない。キーボードじゃないや、マウスも光るんだけどね、光らせてないね。マウスはなんてワイヤレスなのって光らせない方が充電が持つ。だから光らせてない。ずっと放置してたら光ったりもしたけど、これ光らない設定にする。なんか光る、触ってなかったらキーボード買った意味ない。まあ確かにね、確かに光らなくてもいいって分かったからね。まあでもマイクはね、配信する時しか基本使わない。でも音マイクから聞いてるから、イヤホンマイクに挿してる。ボイス使わないからさ、ボイスチャット基本使わないんだけど、マイクの音量調節しやすいからマイクにはさしてやってる。でも配信の時しか基本使わない。ゲーム配信とかする時しか、あとは友達とゲームする時、そのぐらいかな使うの。アンプまだ買ってない。うん、にマイク、いやゲーム配信にマイクなかったら声拾えない。これしか、これで拾うしかない。かウェブカメラのマイクめっちゃ音質悪いね。いる、絶対いる。ゲーム配信するんだったらショールームじゃいらないよ。ショールームじゃいらないけど YouTube だったりでゲーム配信するんだったら絶対にいる。マイクないとやばい、音質が悪すぎる。ショールームでは使ってないんだ。スマホとマイクつなげてないか、これパソコンにつながってるからね。ショールームじゃない。ショールームスマホでやってるから、パソコンでやってないからショールームは関係ないけど、そっちの配信じゃない、ゲーム配信の方マイク使うの。これパソコンのやつか。このマイクじゃダメだね。これじゃイヤホンのマイクでしょ。このマイクめっちゃ音質悪いと思うよ、これ配信で聞いたら。これとかウェブカメラのマイクだったら音質悪いと思う。そんなこれ普通のマイクと比べてね。できなくはないけどマイクは絶対あった方がいい。ホンよりイヤホン、どっちでもいいんだけど、なんかパソコン買うときにさ、でもイヤホン最初から買おうとしてたな。イヤホンの方が、でも別にそんなこだわりないこんなにないこだわり。そのマイクの音質の不思議。いや、この普通のマイクと比べてだよ。普通のマイクと比べて、普通のマイクの方がそれ音質悪いから。ゲーム配信って音質、そのゲームの音も大事だけど、自分の喋ってる音質めちゃくちゃ大事じゃない。だからめっちゃ大事だと思うんだよね。マイク大事だと思う。ゲーム配信だったらそういう。だから本当はアンプとかもあった方がいいんだけど買ってない本当はね、ちゃんとこだわるんだったら買った方がいいんだけど、買ってないんですよね、まだ。気になってはいるけど。今日の写真と着てる T シャツよ。今日のメールの写真あれじゃない？ B のコンサートの時の写真だよ。今日の写真じゃない。今日写真撮ってないあれメール送ってるし、その日の写真じゃないことよくあるよ全然撮らない日もあるからね、写真。今までの写真見せたりとか。今日載せた写真は今日のじゃないです。あれチーム B のコンサートの時、チーム B のなんてコンサートの時の T シャツの写真。全然写真撮らない日よくある写真撮ってたら、そうフォルダね、すごいことになっちゃう。もう今でさえすごいからね。一番写真のさ容量大きい携帯の中で。それ言って何が写真撮らない日もある。普通じゃない？その前に写真撮らないでしょ普通じゃない？結構ってこと？それじゃない？何の話何の話だ。インスタの写真、ちょっと待ってね、写真さ載せようと思ってさ、昨日合間にね、時間ある時に写真選んでたんだけど、選びきれなくって。ちょっと待って、もうちょっと待って。だって何枚か載せようとしてて、いいコンサート的な写真自撮りをね、まだ全部選びきれてない。普通ただね、毎日写真撮る毎日写真自撮りする方があれじゃない普通じゃないっていうかさ、少なくない？少数じゃない？さっきの何の話？それ言っていいんだって何の話？写真まだパソコンに写してないね。写真の色が一番大きいんだよね、携帯のやつ。整理しないといけないんだけど。ろそろ機種編、今何まで出てる機種iPhone 何があれ最新 14？ 14？ まあ私12だから、まあでも確かにね、そろそろ変えたさおる。あ、来月出るかもなの？知らなかった。そろそろ変えたいけど携帯でもまだ全然さ、私この端末自体は結構新しくって、端末一回交換してるから、今年交換してるから今年、うん、だからね、なんかさ、充電のさ、こうバッテリーのなんか状態がめっちゃ悪いってわけでもないのよだからね、どうしようかなと思ってこうやってもらったから、携帯の状態がめっちゃ悪いわけじゃないんだよね。画面バキバキになったりしてない？私ね、画面バキバキになったことない。フィルムだけしか昼間この前バキバキになっちゃったけど、携帯落として張り替えたから大丈夫。新品交換、そう、携帯自体を変えた。このバッテリーだけじゃなくて携帯自体変えたから、交換で携帯の不具合が起きて交換してもらったから、携帯ごとだからね、その端末になってからは1年も経ってないんだよね。だからもうちょい粘ろうかな機種編したさはあるけどね。割った時はね、普通に持ってて手にで落とした。なんかこう触っててじゃなくて、普通に持って歩いてて落とした手に持って歩いてて落としちゃったね。なんか落ちてたけど、結局何が原因よくわかんない原因わかんないけど、携帯なんかもう不具合、こう何かが原因とかでなるやつじゃない。なんて携帯の、私が何かしたからこうなんか起こる不具合じゃなくて、もともと携帯自体が悪い感じの不具合。ここは費用はね、なんかアップルの保証のやつ入ってたからただだったよ。カネルパニック、そう、パニックってカネルパニック、そう。そう聞いたのよ、そのアップルの人に。その時結構容量があんまなかったから携帯の、それが原因なんですかねって聞いたら、関係ないって言われた。もうこれが起きるのはもう携帯のなんかこう私は何かしたからじゃなくって、もう携帯の内容がなんかもう不具合起きてるだっけ、そう関係ないって言われた。何年ぐらい持つ？平均私ね、機種変したの1回だけだね、自分の携帯持ってから一番最初8に加入した時に初めて自分のスマホ持って、いつこう、あ、交換じゃない、書いたか覚えてないけど、最初7使ってて iPhone7、 そっから12に変えた。1回しかない基準にしたことあるのエイトに入る前はね、自分の携帯じゃなくって兄弟で一緒に持つ、中学生とかだったからさ、そんな自分の携帯持ってる子の方が少なくって、キッズスマホみたいな、ほんとなんかお母さんとか親とかおばあちゃんとかじゃ、そういうのしか連絡できないみたいな。を兄弟で使ってたから1台、出かける、なんか遊びに行く人が持っていくみたいな、連絡取れるようにって感じだから、ね、自分のじゃなかったから、入ってうち初めて自分、さすがにね入ったら自分の携帯ないとまずいから連絡が取れないからさそんなに買ってくれたんだけど、ガラケーはねお母さんが使っててちょっとだけ使ったことある。なんかゲームとかお母さんに携帯借りてゲームするみたいなガラケー、それはあるけど。そのぐらいかな、ガラケー全くないわけじゃない、触ったことないとかはない。お母さん使って、お母さんお父さんとかガラケー。どんなゲーム、なんかあれなんていうんですっけ、なんかあれなっちゃって、どういうやつしたの、名前が全然、あ、充電ないじゃんこれ。コードがないよ。充電できてる。できるわ。モバイル充電あるのになんか充電マークついてなかった。じゃね、やってたゲームでしょ。なんか文字打つ。ゲームの名前は覚えてないけど、すっごい読み込み遅いんだけど、これなんでなんでなんでこんなに遅いの。携帯充電 3% だ。これちょっとやめとこう。充電してんのになんか調子悪いわ今日これあ、そうクロスワードみたいなやつ携帯達成してないね。この iPhone 自体のがね、これ iPhone7、 これが一番最初に使ってた携帯のやつ、さっき言ってた。だから携帯自体の接触が悪い。わかる？携帯自体の。うん。モバイルバッテリーについてるコードは悪くない。携帯自体がそうそう厳しいから、こうほぼ使ってないよ配信でたまにこういう時に使うから、それ以外使わないからね。充電してなかった。最近ずっと使ってなかったからさ、ずっとリュックに入れっぱなしでさ、充電なくってさっき充電したから全然充電が止まってないんだよね。ずっとリュックに入れてた前に入れてから出してなかった、使わなくて。今の端末を使ってるのを消しにしたら、もうこれはセブンはもうあれかな携帯は2台かな持ってるの。なんかまだ綺麗。カバーカバーなんの？携帯のカバーもう使ってないからね、これ全然この携帯ほぼ家に置いてるやつ。あ、セブンってサポート切れてるんじゃない？多分わかんない、使わないからいいけど、だから Wi-Fi ないと使わない、この携帯は。だって契約してないから外で使えない。けど全然使わないからね、ほぼ。今でも家ですか？いや、ショールームするときに、ショールームしてたらさ、配信してる端末使えないじゃん。その時にたまに使うぐらい、それくらいかな。ほぼ使わない。基本使うのは配信してる端末の方だから、ほぼほぼは置いてるだけ使わない。モバイル充電しとこう。パソコンの、まあ確かにね、確かにパソコンつければいける。パソコン、まあ、起動するのはめんどくさいけど起動すればいける。私その時に返せば安くな、あ、なんか下取りみたいなやつは安くなるんだけど、その2台欲しかったから、私はこう1台なんか配信してる時に使えるように1台欲しかったから、私それ出さなかった。このスマホ買え、機種変した時に、機種変した時に出さなかった。1台欲しいなと思ったから、だからそこの機能ってその向こうはないけどでもスマホの方がさ、すぐ開けるじゃんパソコンってさ、まずさモニター電源入れるでしょ、でパソコン電源入れてみたいな、開いてみたいな、ちょっと時間かかるじゃん、そっちの方が。タブレットかけてないね。タブレットあとに多分使わない使わないから。いらないかな、タブレット。携帯があればいいか。そこに起動しっぱなしってやり方、ずっとよく使う人だったらいいんだけど、なんかもう毎日レベルで使う人だったらいいと思うけど、全然使わないから、そこまでは日によってなんだよね。毎日使う時もあれば全然使わない時もあるし、だから毎回切るようにしてる。仕事でパソコン使うみたいな人だったらいいかもだけどね。ほぼっていうか、仕事でパソコン使うことあんまないから、ずっと起動しないけど、ちゃんと一回一回シャットダウンするようにしてる。本当は電源触らなくても連動する、しないよ、しない。パソコンの電源つけたらもう一回起動するってことでしょ。あ、リップ飛んでいったしないよ。パソコンの電源入れてもモニターつけなかったら画面真っ暗なんないよ。今やってるのかな。今パソコンの電源入れたの、使わない。一回入れないといけないんだよね。パソコンじゃない、モニターも。モニター電源つけて、やっとつくから。なんないですね。モニター待機状態。いっか、でも、そんな、毎日使う人じゃないから。つけてるのはノートパソコン、違うね、スマホだね。アプリでスマホの方が見やすいから、すぐ見るから。パソコンを持ち歩かないからさ、パソコン持ち歩かないから、パソコンにはつけてない。パラントは昨日やって、昨日じゃないな、おとといだっけ、やったの、ショールームでやってない。そっか、デスマッチ一戦やってデスマッチ一回やって終わりだねでその実家やって3キロぐらいしかできなかった。下手くそすぎてびっくりした練習しなきゃキーマーの下手くそだった。アルパイシにしたことセーページパークを作ると連動する、あ、そういうことね。よし、もういった。それもさ、あれだね、よく使いちゃったりかもよ。私ね、全然使わない時もあるのよ。一昨日やったでしょ。で、昨日はパソコン起動してないし、で、その前はね、一昨日の前は2週間ぐらいずっと起動してなかったから、それ考えるとずっとつけっぱは多分私には向いてないかな。そこの天気予報しか見ない。パソコンで、携帯で見れるじゃん、天気予報。嘘でしょ。贅沢な使い方だよ、パソコン天気予報だけ。そこで天気予報見たことあんまないな、携帯でしか。起動するパソコン使う時めっちゃバラバラなんだよね。毎日パソコン使う時もあれば、うん、結構間隔空く時もあるから、そうなんだよね。だからね、毎回消すようにしてる。とかパソコンで見た方が迫力ある。あ、迫力か、迫力、確かにね、あるかもしれない。パソコンの画面が大きいからね。そういうことか。パソコンで台風見たことないけど。迫力ね。わかんない。私も言うてパソコンゲームだけなんだよね、基本。 AP しかやってないから、こうゲームだけだな。それもそれであれだよね、みんなからしたら同じような感じか。私に PC 使うの忘れてたけど、必要がある。意外とそんな、うん、エアコン消してたらやばいけど、エアコンつけてたらね、大丈夫だね。エアコン消してパソコンつけ、夏にパソコンつけてたらちょっと暑すぎるけど、ちゃんとエアコンつけてるから大丈夫。ゲームしか入ってないかも、パソコン。ゲームとこう配信に使う用のゲーム関連だね、全部。ゲームとディスコードもゲームで使ったりとかし、友達とね、話しながら通話アプリだね、これとか画像編集するやつとかほぼ使いこなせてそれぐらいほぼゲームでも DVD 見たりとかはねできない。これつけてない、なんていうの DVD 見るやつ。携帯とスケジュール連動させたりしないね。うん、こっちでスケジュール見ないから、パソコンで。だから連動させてない。外付けの、そのつけるんだったら外付けのだけど、なんかさ最初に選べるじゃん、つけるか。でも DVD 見ないなと思って。いらないかなと思ってつけなかった。もしいるなって思ったら外付けの買えばいいかなと思ったからで買ってない。テレビで見れるしね、見ようと思えばパソコンじゃなくて、うん、見ないんだけど普段 DVD そもそもねそもそも見ないんだけど。そこにはつけてないね。 DVD 見るやつ。あ、つけない人多いんだ。パソコンはもう基本ゲームだから。パソコンの用途基本ゲーム。それ以外はねないな、使うこと。たまに検索したりするときに使うぐらい。たまにでもほぼ検索その見ないから。1日何時間ぐらいゲームするときはするけど、しないときは全然ゼロだし本当に日によるの、本当に。だってこの前2週間ゲームしなかったんだよ。ゲームするときは毎日するときもあるし、めっちゃバラバラ。一日が一日何時間みたいなやつがよくわかんない。だから差が激しすぎてタブレット持ってないんだ、私。いらないから持ってない、使わないからね、多分あっても。持ってないです、タブレット。計算こそ携帯で、なんか携帯使いたく、なんていうん？携帯ではなんか他のことしてたい、なんていうん、なんかこう2台使いたいときにパソコン使ったりとかするときある。なんか携帯の方ではこっちの画面開きときたいみたいな、この画面開きときたいけどこう検索もしたい、なんか他の画面も開きたいみたいな時、そういう時に使ったりするくらいかな。でもほぼないね。髪の毛でも画面撮るといい、スマホでいいなあんまね、タブレット自分欲しいと思わないんだよな。いらないかな。指力オンリーアップやってない、まだ。オンリーアップね、時間ある時にやりたくって、一日かけてちょっとおもちゃアートになりそう。オンリーアップでも買ったからクリアはしたい。今一番欲しいものなんだろうね。今一番欲しいもの、むず、特に特にないけど今、今欲しいものか、あんまないな別に。ないよ。黒い T シャツ、一番ではないかなでも今の時点でいっぱいあるからね。あっても全然嬉しいけど、その一番じゃないかも別に黒い T シャツどんだけ好きなの一番欲しいってやばいっしょ。旅行券持ってる、旅行券ねあるけどいつ行けるかまだ分かんないね。あ、生牡蠣、生牡蠣食べたい。生牡蠣ね、牡蠣食べたい。食べたんだけどね今月2回目の生牡蠣食べたんだけど、食べたいねまた。美味しいよね。あ、そう、上ぶどういさっけ食べたの昨日か一昨日じゃないわ、昨日なんか行ったね。お昼に海鮮料理、そう、なんか海鮮料理のお店行って上ぶどう置いてあってさ、数年ぶりに食べた。上ぶどうなんてなかなかないじゃん食べれないじゃん。上ぶどう書いてあったからもう絶対頼もうと思って上ぶどう好きなのよね。沖縄料理の店じゃない、普通の海鮮のお店。海ぶどう定食じゃない、海ぶどう食べたの。海ぶどう定食なんて聞いたことないんだよ全然嬉しいけどね、海ぶどう定食でも初めてじゃないね食べたの。初めてはねめっちゃ前食べたことある、ちっちゃい時に食べたことあってそっから好き。海ぶどう美味しい。食べた海ぶどうがめっちゃ美味しかった。いいね、沖縄で海ぶどう最高じゃん。ソーキそばは食べてない。え、違うわ、沖縄料理のお店に行ったんじゃないよ私海鮮のお店に行った。ないよなんかお刺身とか食べて、そばはねでも食べたことはあるけど、あの時かな、めっちゃ前の総選挙の時かな、いつかな、その時食べたかな。でもなんか食べたことあるような気はする、いつ食べたか覚えてないけど。でも沖縄に行ったのそれだけなんだよね。そこかなじゃあそのタイミングかな食べたことあると思う。海ぶどうって海藻、海ぶどうは海藻じゃない多分だと思うけど。そばとうどんならどう？そばとうどん選べない私。あんまどっちも好き、あんまって言って違うな、あんまはどっちも好き、選べない、こっちの方が好きみたいなのないかも。そばでもそばの方が食べる機会少ないけどね、あんまお家でそばって食べなくない？うどんの方が多いからよく食べるのはうどんだけど、そばも好き。あ、瓦そば、瓦そば好き、美味しいよね。わかる、瓦そば美味しい。なんかつゆみたいなちょっと甘いつゆみたいなあれ美味しい。麺はどれも好きだね麺類。あ、そうなの？瓦そばね、私ねお店で食べたことないスーパーとかに売ってるのをお母さん買ってきてくれて家で食べたことあるぐらいだからね、お店で食べたことないんだよ。食べてみたい。お店で売ってるじゃん、スーパーとかでさ、あれしか食べたことない。お店の食べてみたい。冷たいそうと温かいそうどっちが好きどっちも好き。選べないですね辛さは今度行こうかな。お店のそう食べたことないわ、多分普通に売ってるのしか。実は私そんなんあんま食べないんだよねそうやね、途中で味飽きるんだよな。最初はすごい美味しい、なんか途中で飽きちゃう。そんなだからそんなに夏たくさん食べない。なんか普通に食べるんじゃなくて、だからさ、なんか乳麺とか、夏でも乳麺とか、あとなんかさちょっとなんかお肉入れたりとか、なんかなんていうの、普通にさつゆにつけて食べるんじゃなくてみたいな、なんかそういう感じで食べる方が好き、そうめんは。組入れ違う、そういう問題じゃないのよ、違うのよ違う、なんかね途中で飽きるんだよな、そうめん普通に食べるの。だからそうめん、そうめんは普通に食べるのはそんな食べないから。でも熱いの食べるの好き。普通も熱いの食べたりする。有名。この間なんて鍋食べた夏なのに暑かったけどね、暑かったけど全然食べるね、暑いの夏に鍋、ちょっと時期おかしいけど。冷やし中華は飽きない。そうめんのなんかつゆが飽きる味、あれ冷やし中華は飽きない別に。そうめんぐらいかな、途中で味飽きるって思うの。何鍋、あんこ鍋だね、この前食べたな。でももつ鍋が食べた私、もつ鍋ずっと食べてないよ最近。最近ってか去年食べたっけもつ鍋。私もね鍋で一番もつ鍋が好きなの。でも食べてないずっと。もつが好き。でも一番家でするのが多いのは水炊きなんだよね。あんまもつ鍋やんない。でももつ鍋が一番好き。もつ鍋にしめちゃんぽん麺入れる、それが一番好きだね。美味しいよねもつ鍋。一回だけね赤からのもつ鍋食べたことある。あれめっちゃ美味しかった。きなこと2人で行ったんだけど2年ぐらい前かな、そんな経ってないかな。いや2年ぐらい前だね。去年じゃないから。赤からだからさ、ちょっと辛かったはず。うんあんま覚えてないけど。でも美味しかった。もつ鍋が食べたい。今年食べ行こうって赤からしなかったんだけど、なんかもつ鍋でもさ、鍋のお店ってあんま一人で行けないよね。もつ好きな人きなこは来てくれるだろうから。食べれるから。もつでももつ鍋、もつ好きじゃなくってももつ鍋食べてさ、私が全部もつ食べる方がいいのか。なんか別にさ、もつがなんか腹もつそんなっていう人の場合はね。好き嫌い分かれるからさ、もつって。他の具材取る、それもいいか。別にね。かき鍋食べてみたい。美味しそう。パソコン使わないから起動かな。まあ更新アップデート更新して再起動したけど、シャットダウンしようかな。さ、これデスクトップ開いてるの。デスクトップさ、小指のピンクの画像だからさ、ここ開いてたら顔ピンクになるんだよね。ピンクになっちゃうからさ、消しとこう。シャットダウンだって再起動してます。私シャットダウンしたよね。うん大丈夫そう。いや、実際起動してるわ。いやでも更新してシャットダウンしたから一回なかったらもう一回シャットダウンするか。いや消えたわ。消えるんかい。もつ鍋のニンニクが好き。あ、確かに美味しい。もつ鍋のニンニク、もつ鍋食べたい。てかもつ食べたい。そう、鍋の中でもつ鍋が一番好き。もつ鍋一番。そんないろんな鍋食べたことあるわけじゃないけど。うちの家はね、基本水炊きか、水炊きが一番多いか、たまにもつ鍋くらいか、なんかその鍋の素みたいになってるじゃん。素なんか私スープのやつ、あれを買ってきてなんか違う鍋するかなんだけど、つ鍋が一番好きだな。結構辛くても大丈夫。もつ鍋、いやね、家で食べるもつ鍋辛くないんだよな普通。うん、そんな辛く、赤辛のやつは美味しかった。炒めたもつも好きだよ。もつ好き。唐辛子は入れない、家で食べるときはね入れない。お母さん辛いのに、お母さんは辛いの好き。私とお母さんが辛いの好き。妹たちも食べれるっちゃ食べれるぐらい。でもそんなに多分ね嫌いではないけど、多分普通ぐらいだね妹たちは。辛いのが嫌いなのはお父さんと弟。妹はね全然なんか普通にご料理とかに一味かけたりする。一番好きなのはお母さん、辛いの。妹たちは多分そんな、私も最近辛いの食べてないからそこまで食べれないんだよ。辛いの普通ぐらい。お母さんもめっちゃ激辛食べるってわけではない、そこまでではない。普通ぐらいだったわけだな、ある程度食べれるぐらい。わさび系の辛さは好きじゃない。鼻にくる感じは好きじゃない。一味だけなの私、辛さが好きなの。辛い、なんていうん、一味、山椒とか、ほんま。七味は使わない。お店とかで一味なくって七味とかだって、辛いのが食べたい、なんか辛いの食べたいって思ったらかけるけど、家は一味、七味じゃない。55分、もうそんな経ったの、ありがとう。じゃあランキングを13位から読みます。13位、あけひこさん、ありがとうございます。12位、なかみーさん、ありがとうございます。11位、おまめさん、ありがとうございます。10位、まるさん、ありがとうございます。9位、ひめるさん、ありがとうございます。8位、ゆうじアットマーク教科だけを愛してるよさん、ありがとうございます。7位、香港なるまアットマーク教科おいさん、ありがとうございます。6位だね。6位、大野貴文さん、ありがとうございます。5位、ラスカールさん、ありがとうございます。4位、大間さとまく015さん、ありがとうございます。3位、にゃんほそさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。明日の配信も夜します。明日も夜いつもぐらいかな、23時台か22時台やると思います。お母さんタバスコ、お母さんだけタバスコ使う。なんかパスタじゃないな、ピザ食べるときお母さんだけクはね、私はかけないね。酸っぱい酸っぱい。なんかピザに辛さ足したい、なんか隠したいって時は一味一味オンリーいつも一味だけだね使うの。なんかその辛くしたい時にマスコは酸っぱいからそうどうしてもしたい。なんかさ、ピザもさ、ピザに一味かけないんだけど、別になんか辛くしたかったらねかけるぐらいかけないんだけど、別にお肉系のピザとかだったら良さそう。一味別にかけないんだけど、普通に食べるんだけど、何もかけずにかけるんだったら一味かな。ってだけ。プルコギ、あ、そうそういう感じのピザ。ラーメンもいいじゃん。ラーメンは胡椒だね。かけるなら豚骨ラーメンね。胡椒かな。あ、そう、お味噌汁も一味。あ、ラー油も好きだよ。ラー油。なんかお味噌汁じゃなくて、なんかごま油入れるようなさ、風味付けで、そういうスープの時はラー油かけたりする。七味は使わないね。山椒とか入ってるからあんま好きじゃない。山椒一味だけだね。家に家ない七味、一味だけ使わないからだよ。そうそう、時間か。じゃあ明日もいつもと一緒ぐらいかな。23時台か22時台にから配信すると思います。じゃああと10秒。そうそう、じゃあ9時なのでありがとうございました。また明日の配信で。またね、バイバイ。おやすみなさい。また明日。バイバイ。またね。おやすみ。